藤真理香がパーセントで共演の和合ゆいの姿を見て感じたこと、演技へのときめきを思い出した NHK 総合で5月10日にスタートする土曜ドラマパーセント、土曜午後10時の取材会が行われ、主演を務める伊藤真理香、共演の和合ゆい、南野綾子プロデューサーが登壇した。パーセントの舞台は多様性実現を掲げるテレビ局、新しい時代のドラマを作るため白羽の矢が立ったローカルテレビ局で働く新人女性プロデューサー吉沢未来、伊藤と俳優を目指す車椅子の高校生宮島春、和合が性別や障害で語られる自らの価値に何度も悩み傷つきながら、互いの存在に力をもらって少しずつ前に進む中で希望を見出していく、多様性社会を生きる全ての人へ送る物語だ。このパーセントという作品は南野プロデューサーから直接直筆でお手紙をいただいて始まった作品で、最初は恐れがあってどういう気持ちで挑もうかという構えがありました。実際にゆいちゃんや劇団の皆さんにお会いして、そういう思いは取っ払ってよかったんだなと感じました。ただ単人としていい作品を作るという気持ちで誠実に取り組めばいいんだと思いましたと、作品に臨んだ心境を明かしたいと。本作に取り組むことで自身の生き方や世界観が変わったと述べ、パーセントをやる前とやった後では本当に大げさでもなく生き方が大きく変わりましたし、世界への見方だったり日常の些細なことに対する考え方も変わりました。特に人との丁寧な対話をすることの重要性をよりフォーカスして感じるようになりました。これから先大切な人や周りの人にきちんと言葉を尽くすという意識を持ち続けることを大事にしたいですと力を込めた。撮影現場は本当に明るくて雰囲気がとても素敵でした。この日をずっと楽しみに待っていたので、たくさん楽しくお話しできればと思いますと声を弾ませる和合は、東京2020パラリンピック開会式の変翼の小さな飛行機役として主役を務めた経験を持つが、セリフのある役柄には今回初めてチャレンジした。撮影期間中1日ずっとお芝居をするということも初の経験で、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。演技をするのも久しぶりで、表情のことも含め慣れないことが多かったですが、その中で多くを学びました。特にマリハナさんから影響を受けたこともたくさんあって学ばせていただきました。ドラマの撮影が始まる前はプロの役者さんについていけるかどうかなど不安も多かったですが、撮影を終えてみてやりたいことを全部精一杯できたと感じています。それがとても良かったと思っていますと、撮影を通じて得た充実感を表現した。プロデューサー役を演じるにあたり、伊藤は実際にプロデューサーである南野氏から多くを学んだと振り返る。未来は最初 AP アシスタントプロデューサーからプロデューサーになる役柄、これまでいろいろな映像現場でスタッフさんの様子を見てきましたが、企画が通ってドラマを作るまでの流れを役者側は見る機会がないので、そこでの苦悩だったりものづくりにおける最初のものをやられてるという意味ではとても興味深かったです。その一番身近なお手本が南野さんで、プロデューサーっていう仕事について画面を見ている時にどこを注意してみますか？はるちゃんを映している時にどこを一番注意深く見ているかとか、そういう細かいところも教わりました。本当に近くで取材感覚で毎回毎回学びながら、ものづくりって楽しいなと改めて感じましたと、撮影を通して感じた思いに言及した。一方、
和合は同じ年齢で同じ障害がある。春役を演じる上での心境を告白。春を演じた上で一番気をつけていたのは自分に見えなければいいなってことでした。性格も被るところが多かったですが、春ちゃんが私に見えちゃうとそれは春ちゃんではなくなってしまうので、どう自分の要素をなくすかっていうことを毎回考えていました。演じながら春ちゃんは私にとって尊敬する存在になっていきましたし、お芝居が好きっていう気持ちで撮影も頑張りました。春ちゃんのモチベーションが高いところや芯があるところをすごく尊敬していますと役柄への愛情を伝えた。劇中二人が距離を縮めていくのと同様に伊藤と和合の仲も深まっていたそう。和合との共演が大きな刺激になった様子の伊藤は、顔合わせの時から物おじせず誰とでもフラットに対話するゆいちゃんの姿勢が印象的でした。その自然なオーラは春役のキャラクターと完全に一致していて、私たちに新鮮なエネルギーをもたらしました。ドラマにおける彼女の演技は未知の世界への好奇心と純粋な喜びを反映していて、その光る瞬間に立ち会えたことは私にとっても幸せですと和合の佇まいについて触れ、撮影がない時も撮影中もゆいちゃんの演技からは新たな発見とお芝居への愛が感じられました。彼女の姿勢は私が初めて演技に触れ映像の世界にときめいた時の感覚を思い出させてくれましたと感慨深げだった。作品を通して性別や障害について考えが深まった部分があるかという質問に対しては、伊藤がこの作品に入る前から性別や障害に関する社会の境界線に疑問を持ち、それらをテーマにした本を読んだり個展を開いたりしてきました。目に見える障害も目に見えない障害もそれぞれに性別も含めてあると思うのですが、そこでの距離感やぶつかってしまうことは生きていく上で絶対的に誰もが経験すること。そこで大切なことは、最初にも言いましたが、やはり対人であること。健常者障害者だからということでなく、その人だから一緒にやってほしい、その人にしかない魅力があるということをパーセントでは描いています。私が今まで感じていた多くのことをパーセントを通じて消化でき、新たな学びを得ることができましたと語った。劇中では南のプロデューサーの意向で物語に取り入れられたという伊藤の UFO キャッチャーのシーンや和合が話す関西弁も見どころとなっていると紹介。伊藤はこれまで知らなかった UFO キャッチャーの魅力を知ったそうで、大人がハマるのがわかる、すごく面白いとおすすめし、和合は大阪弁に挑戦してみたらめちゃめちゃ好きになっちゃいましたと笑顔を見せた。そして物語について伊藤は、未来が春ちゃんに出会い、初めての体験を通して様々な障壁にぶつかり、失敗を重ねながらもどうやってドラマを完成させていくかの成長物語とし、未来は経験した失敗や挑戦を通じての変化と成長に注目してほしいとアピール。和合はパーセントは勇気や元気を与えてくれる作品。撮影が終わってから久しぶりに思い出した私の好きな言葉があって、人を傷つけるのは人だけども、人を元気にしてくれるのも人という言葉がまさに当てはまるというか、すごくしっくりきたんです。今私が発したこの言葉はすごく短くて、音で言うと簡単な日本語ですが意味の深い言葉だなって。もちろんキャストの人たちが発する言葉もすごく胸に響くんですけれども、それ以外にも響くポイントがたくさんあって、それがすごく素敵だなと思うところというか、私がパーセントが好きな理由ですと作品への愛着を伺わせた。最後の挨拶
察では伊藤がパーセントは皆さんが日々直面している仕事や人との関係での壁を越えていく中でいつかの夢や目標、ときめきを思い出すきっかけになればと思います。初心を忘れないでほしいなと思う作品です。和合が撮影を終えての帰り道、新幹線の中でパーセントでの経験を忘れたくないなって思ったんです。記憶喪失になったらどうしようとか、今まで考えたこともないことを考えちゃって、それくらい忘れたくない思い出をパーセントで作ることができて私は幸せでした。そんな作品をお届けできることができて嬉しいですと、それぞれにとって大切な作品となったことを伝えるメッセージで締めくくった。